沖縄三大綱引き祭り与那原大綱引き、その当日の流れを解説します。与那原では恵比寿通りを境に毎年上がりと入りに分かれ、大綱引きの勝負が行われます。綱引き当日の流れ、まず当日は会場で大綱引きが行われる前に、上がりと入りそれぞれの拠点で大綱の最後の準備が行われます。そして夕方からは上がりと入りを分ける恵比寿通りから国道へ出て、田頭による賀営が行われます。賀営で士気を高めた後、いよいよ上がりと入りそれぞれの大綱を会場へ運ぶ道巡礼が始まります。それぞれの大綱には支度と呼ばれる沖縄の歴史上の人物に扮した人々が乗り、一般参加も含め皆さんで担ぎ棒を使って大綱を会場へと運んでいきます。会場に着くといよいよ2つの綱を向かい合わせにし結合させていきます。この時六尺と呼ばれる人々が棒を使い慎重に結合させていきます。結合が終わると、金地棒と呼ばれる黒い棒を通し、綱引きが始まります。綱から出ている枝綱を引き合います。勝負はセンター位置から5メートル先に動いた方が勝ちとなります。大綱引きの様子は、与那原大綱引きドキュメントからご覧いただけます。参加は誰でもできます。これまでの流れから大綱引きで参加できるタイミングは、1綱を担ぎ会場まで運ぶ道巡礼、2会場で綱を引く本番、この2つがあり、どちらも参加できます。会場まで運ぶ綱ぎ手を体験したいのでしたら、大綱引き当日中央通りに行けば参加ができます。参加するとチナムシ T シャツが配布されます。綱を移動させるため棒の上げ下げで怪我をしないよう気をつけましょう。綱を引くのが希望の場合、会場で綱の到着を待てば引くことができます。参加者も年々増えている与那原大綱引き、ぜひご参加をお待ちしております。